www.vidionews.com だけどさその、これね、今、3月の25日で、実は4月って、うんあのー、一応、選挙の月なんですよ、統一地方選とか言い方をしてるけど、要するに、あのー、すごい多くの自治体で、まあ、知事選挙や,や、その、 えー、県議会選挙議会選挙があるんですね、うん、だけどね何パーセントだっけなとにかくまず無投票のところがものすごく多いもう最初もう候補者がいなくてで日本の実はその自治体の,あの議員の条件っていうのは世界でも類を見ないほどすごく高速に数も少ないのにすごく たくさんん報酬をもらえるんですねでしかも兼業が認められてるっていう、えー、ものすごくおいしいものなのに成り手がもういないな投票率がまあとにかく30%これってもう完全にあの民主主義が成り立ってないじゃないですか投票率30%とかっていうのではね。 でその中で投票に行く人っていうのはなんかもう直接のなんかこう、えー、利権とか利害当事者あるいは団体の縛りとかの人っていうのがもうほとんどを占めていて世の中のこと自分のコミュニティのことを真面目に考えてでこの人に投票しようみたいな票ていうのはもう絶滅危惧種並みに少ないんですよ、そういう票がね。ね でそうした中で、まあ、皆さん一応国政は、まあ、あのテレビ見てりゃニュースがやるから多少ねあの総,理が誰総理が誰かくらいは知ってるかもしれないけどあの実際に日常生活で直接政治との接点が大きいのは明らかに実はその地方政治じゃないですかその教育も環境も介護も医療も全部地方なんですよね。別にあの国会であれを総理が何をを言言おおうがかうがほとんど 一人一人には関係ない、実際は。なのに、そこはもう誰も見てない中で、無投票当選のような感じのものがそのまま続いているようではね、これ、どうにもならんですよね、これは。うん、だから、うん、もう、この後に及んでは、それをどうにかしようと思うだけ、エネルギーを無駄にしていることだと思うんですね。どうにかしようと思っている方が悪いと。知識社会化とか、集合値っていう言葉を僕、よく使いますけれどね。 ただ話を戻すと先ほどの広域、ね、強盗あるいはその元になっている広域詐欺のこの仕組みってすごいですよねまず突き上げができないようになっているどういう仕組みかっていうとう基本あの匿名掲示板で募集をして名乗りを上げたらテレグラムかシグナルで、うんえー、コンタクトするしたがって当たり前だけれども、えー、履歴は 残らないし捜査機関もそれをトラックトレースはできないっていうふうな状況になっている。でしかしそれで応募した応募されて応募集に応えて募集した瞬間に。 えー、身元が割られ家族構成とかさまざまなプライベート情報を握られ最低でも免許証の写しはつけろっていうしう、うん、あと保証人として親の名前を出せっていう自宅本籍、えーまあ、いろんなものについての情報をすべて抑えられると、うん、で要するにお前が命があるいは家族が、えー、大切なんだったら というにうにして脅されるる方向になるんです、ね、まあ最初は犯罪とは知らずに応募してる人もいますからね普通のバイトだと思って応募してる人もいますからね,ねただ何<だ>か物を運んだだけで5万円10万円って言ったらちょっとおかしいと思わなきゃ、まあ、本当はおかしいんですょ、ね、うねでもこんだけ報道があってもう今の段階で知らない人はもういないと思うんですね、うんまあ、おそらく一人もいないと思いますね,で,すねでも全体を知らないということで自分を免罪できるわけですよねでまあわかりますよね あの俺の知ったことじゃないだって俺は知らないんだから本当に知ったことじゃないんですよ。ということで免罪して参加してで結局日本はそのようにして参加しても、ね、もしそれで人が死んだら強盗殺人強盗殺人って、えー、共犯を含めて死刑と無期しかないんですよそう共同正犯なので一番末端であったとしても罪をかぶることはんです、ね、そうですね。うん、で,で割に合わないですよね。し、ね、しかしさっき言ったように 突きき上げることがでででなないルフィークラスで終わりなんですよ本当は主その首謀している人間っていうのは指示役ではないんですよもっと上にいるわけだよ、ね、指示役はぶら下がってるだけなんですよね、うん、でこの辺ぐるぐる回ってんさっき言ったように最初実行犯から始まってでまあ実行っていうのはだからかけ子とか受け子とかっていうから始まってでまあリクルーターに上がってとかっていうふうに今成り上がっていくプロセスで普通で、えー、言えばまあ指示役っていうのが 止まりなんですねつまりそこが中間点なんです、うん、で上つまり幹部でも何でもない就防者でも何でもない、えー、ただの入れ替え可能な駒なんですよでね、これさっき言いましたよねこれすごいシステムでねいやすごいと思いますドシロートを使うんですドシロートを使うからマニュアルに従うしかないっていうふうな状態マニュアルに従うしかない状態なのでマニュアルが精密であれば 非常にぶどまりが上が上るデシュロ素トだから叩きとかやると本当に殺しちゃったりするんですよね。うん、よねまプロはそんな殺すようなことは普通はしないですからね。でもまあそれでも上には上がらないので良いし強盗っていうのはご存知のように謙虚率日本今めちゃくちゃ高いんですけれども、うんねえー、強盗なんか謙虚されてもつまり逮捕されて有罪になってもねその。 知事役よりももさらにに上のの層にとってては得いどん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 素人をリクルーティングして回して回して回して、ね、で検挙される頃には、えー、仮想通貨でもうそのお金は移送されているっていうことで実際にはあの皆さんが想像しているような実行犯が捕まりましたで留飲を避けてるっていうふうな状態は非常にまずくてね。 マスメディアががちょっとそこはもう少し深めた方がいいけれどもあだからフィリピンのはとりあえずは指示役レベルまでということで,、まあ、色,そで色めき立っちゃったけど<う>あれも実は全然下っ端だった、ね、んです、ね、でもあそこまでもいかなかったのこれまではね。そうです我々、ね、はたまたま TBS が取材してたんで事前2年ぐらい前からね、うん、でそれで警察、まあ、警視庁も情報をつかみやすくて。 でマスメディアとまあ連携してこういうところまで来たということだと思いますけれども、えー、まあこれはラッキーだからやっと指示役までも行けたと,、まあ、とフィリピン政府と日本が話ができる、まあ、ちょうどマルコス大統領が来る来日のタイミングだったとっいうこともあるんですけどねだから向こうで刑事事件を意図的に起こして司法プロセスに乗っているのに出してくれたでしょ。うん、あれ普通 酷辱者ですよねね本来は、ねはいでね、もう僕はねこれ集合地としてすごいなと思うのはあの92年に、ね、暴力団対策法が施行されて、まあ、あのこの十数年ね防廃条例が全国化したえ防廃条例っていうのは薬務提供が全て違法になるので宅配することもできないし、えー、お店にお客さんとして入ってきたものにご飯を出すこともできない。 っていうね、その非常に恐ろしいもので生活権の侵害なので国法つまり国の法としては通らないので全て防暴力団排除条例になってるんですねでこれはある種住民運動の結果なんです暴力団対策法から来てねでも僕はもう92年の時から反対運動をしていましたけど、えーまあ、僕が思っていた中でも最悪のことが起こったと。つまり、ね、追い詰められた えー、そそのいわゆるフィア系というか組系の方々は自分ではもう何もできないだったら、まあ、例えば国外に今日定めるなり何なり何でもいいんですけれども全て、えー、素人あるいはい々半グレを使ってやると自分たちは一切手を下さないでやるっていう方法を、えー、まあ編み出したということなんだよね。 でしかもテクノロジーを使うのでさっき言ったように突き上げはできないということで自分たちは永久に捕まることはないあれさ宮台さんさ、うん、もっと早く出てきても不思議はなかったような気がするのねつまりさまず多重債務者のリストなんていうのは、うん、もういくらでも出回ってるわけですよ、うん、それはね、まあ、クレジット会社みんな持ってるからねで多重債務者でもうとにかく殺し文句は いつまでに行くな、いるんやの一言でもう,もう,もうリクルーティングできるわけですよ、それでね。で、その後で今度はそれこそ渋谷のロッカーとかでですよ、今、ロッカーが僕、全然コインロッカーなんか使ってないから知らなかったんだけど、全部あの暗証番号だね。だから、そこに例えばえまあクレジットカードを置いといて、テレグラムとかで。うん のののロッカー何番番とこころでで暗証番号これでそれでカードを出してどこどこ支店の ATM でいくら下ろして5万円だけ取ってあとはまたロッカーに入れとけというような指令を出して結局その人間はそれやっただけと。で全てそのテレグラムなり何なりで指令が来てたら全然そんなのあとはもう証拠残んないですよね。ってことは SNS さえあれば SNS とそういうふうに。 暗証番号なんかで間接的にこう物の置き渡しがまあ宅配ボックスなんかもそうに近いんだけどさがあれば成り立つスキームじゃないですかこれそれがなんかこう今になって急にそうなってるっていうのがちょっと僕は逆に意外なんだけどこれはやっぱりまあ単純に広域詐欺に対する警戒心が高まった結果広域詐欺の特殊詐欺の広域版の成功率が下がったから。 で,すよ、ね、で成功率が下がったので同じチームを使って、えー、土ジを踏んだり逃げたりしたやつを脅してじゃあ叩きに行けっていうふうに使ったっていうそういう連続性なんですよねですよでもだからもちろん彼らだってリスクが少ない方がいい、まあ、首謀者とか指示役とか指示役以下はそうだよね、えー、指示役にとっては、まあ、その指示役までは場合によっては捕まる可能性があるのでね。 でそうすると、えーまあ、詐欺だったら捕まってもすぐ出てこられるから大したことはないなっていうことだったと思うんだけれども、えー、それではしのげなくなったっていうことで新しいしのぎとして、えー、との同じチームの弱みを持ってるやつをた叩き、まあ、強盗に、えーまあ、シフトさせると、まあ、配置転換をするというか。でそれで あの遠隔操作操操縦ですよ,そのそよ遠隔操作 PC じゃないけど遠隔操縦で人を自由自在に操るとで自分は手を汚していないから90歳の老人が死のほうが生きようが知ったこっじゃないと捕まるのも俺じゃないやっていうような感じ外国の掲示板サービスだったらサーバーは日本の警察にはえられないし <うん S 1> もうお手上げじゃないですか、それでもね宮田さんねこれがこのまあいわゆる特殊詐欺といわれるものが なぜ日本ではここまでその大きなマーケットになってだからっ他の国じゃ似たようなものがあるけどこんなに全然大きくないんですよあのね急須をねこう噛むみたいなものだけれども、うん、追い詰められるとここまでね集合値が結集できるおさらの経験値の蓄積でね誰か大ボス一人が考え出したものではないと思うんですよそれじゃあヤクザを追い詰めすぎたっていうことですか追い詰めすぎたというよりも、うんえー うんとね、普通「追い詰める」っていう言葉って生やさしいものですけれども基本防犯条例的なものっていうのはあの一切のしのぎができなくなる状態ですので全ては一般人にやらせるっていうスキームしかないんですよね。でまあそういうふうになるだろうとかそういうふうにしていこうとかっていうことを大ボスが考えたわけではないけれども。こ,こから先は、ね、あのいわゆる 植物繊維つまりトランンジションですよね生態系のトランジションと同じで、えー、適者生存弱肉強食、えー、あるいはトータ圧ーとそれへの適応っていうふうな、まあ、非常に生態学的なメカニズムで広域詐欺あるいはそれを改め広域強盗にシフトしていったと思うんですね。でつまりあのこれが 集合地っていうものの一つのつあり方なんですよね。で裏社会はある種集合地としての広域強盗もう捕、ま、首謀者を捕まえようがないつまりお金の最終的な、えー、その上っていったあの大元をまあ捕まえようがないこういうシステムを作るに至った言い換えるとそれ以外のことをやっていたアンダーグラウンドの人たちはまあ淘汰されたんだと思いますよね。 でそういういにしかしこの船ってどの船なんだっていうことが問題ですね。で僕がなぜ「社会という荒野を仲間と生きろ」っていうふうに言うのかっていうと日本という船と一緒に沈んでほしくないからですよね。 で日本でもさっきのアンダーグラウンド界隈は集合地を開発しましたこれよくない集合地ですよもちろんしかし生存戦略としては非常に大きく機能している他の人を殺めた生存戦略だからジョン・スチュアート・ミルの互い原則を犯しているのでとんでもないものだというふうに思いますけれども僕は今注目してほしいのはそこじゃなくてね、えー、自治体そのミニシパリティの問題 なんで,すよで皆さん3割しか参加しないで能天にに会社行行っったたりり学校に行ったりしてるでしょでその場合には間違いなく国に引きずられて皆さんも終わるんですよね。うんそういういことだね大きな船の方に乗ってるという認識しか持って,てないとてないからだからそうではなくてあのそれこそアンダーグラウンド勢力のように自分たちは追い詰められたとこのままでは先はないのどうやって地位を結集するんだ。 っていう風になった時に初めてあのいわゆるミニスパリズムを支えるに足る集合地を形成できるでその時にはユニットは小さいけど多くの人間があの知恵を参集するももちろん知恵を持って集まるっていう形になりもちろんそれだけでうまくいかない何度も淘汰に負けていろんなものが淘汰されてだんだん まあ要するに、えー、いろんなバリエーションが試されて適切なものが選択されてでそれが洗練されて安定化する変異選択安定化っていうあの育種学ですねそのブリーディングのメカニズムが働いてその働いた結果としてそのミニシパリティ自治的な共同体が残るっていうふうになると思うんですね。うーん そういうところも出てくるでしょうけど大半はダメでしょうね,ってことですねだからやっぱり地方選挙っていうのは実は変わるためのきっかけとしてとても重要な局面なのにまず日本はそのマスメディアが強いからマス,マスメディアだと。 あ,のある特定の地域のことだけ報じるっていうわけにはいかないわけですよね、まあ、全体に共通しているようなこととか何かこう話題性のあるような候補とかはまあちょっと扱うかもしれないけどあ,のあまりにもその、まあ、広域詐欺じゃないけど広域なんですよねマ、まあ、スメディアがカバーしなきゃいけないエリアがねそれ,それは全国紙にしてもそうですけどもちろん地方版っていうのもありますけれどその地方版がカバーしてるところだって。 あの自治体選挙、その県とかだったらいいんですけどそれこそ市とか町村になるといっぱいあるわけじゃないですかその新聞,新聞がカバーしなきゃいけないエリアってそうするとやっぱすごく情報も少ないただ、もうね来週再来週から選挙始まるわけだから今から何か,何か急に組織するっていうのは難しいと思うけどただ関心を持ってそこに参加する投票とかに参加するだけでそこから先 明らかにミニミニが変わってきますよねで投票も行ってなければ別に誰だっていいわけじゃないですか自分が選んだわけじゃないわけだしだから結構その4月の7日とねそれから、えー、もう一回20何日だけにあるんだけど結構これそれこそ宮台さんがよく言っているミニシパリティとかその小さなユニットからもう変えていくしか多分助かる道はないでさっき言った大きな船と小さな船の例えっていうのを含めてもね。 本当はこの四月ってとても大事なんじゃないかというふうにちょっと思うんですけどね。うん、えっと本当は大事なはずなんですけれども、ねうんえー、今度の国政選挙は大事ですよねっていうような意味で、でこの規模からですね、それが人々に伝わることはまあ絶対にないので、うん、それが重要だというふうな。 世論がそんなこともないので投票率3割前後っいうことが変わることはないのでちなみに沖縄地方選挙も投票率すごい高いんですよ <laughs>、うん、突出してだからそれは、えー、簡単に言うと中央を信頼する度合いですよねそれが中央を信頼できるかどうかうちらは信頼しているんですよ、うん、あとマスメディアにやっぱどれだけ依存してるかですよね がどうのこうののこって個人名を挙げてもしょうがないですけどこの日本政府を信頼するでこのシステムっていうのは前から言ってるように先進国ででは日本だけの特殊な戦後復興に依存しているんですよね要は外国人労働力を、まあ、移民を含めて一切使わず農村の過剰人口を都市に移転するつまり当初は7割以上あった農業人口を2%台に縮めて でそのプロセスであの人口を集団就職とか手稼ぎっていう形で、まあ、借り出してあの工場労働者、まあ、都市のブルーカラーあるいはホワイトカラーにしていくでその方々のために団地ですよねアパートメントコンプレックスを提供し新しい専業主婦を中心とする家族。 えー、それで全てを賄うで地域は空洞化させるうんぬんかんぬんっていう一連の流れがね、まあ、そこからまあ始まっていくわけですがこれポイントなのはそのリターンが公共事業なんですよ、うん、人口全部借り受けちゃうというか持ってきちゃうんであの当たり前だけど就業人口に見るようにもう地方は農業では立ち行かないそれは分かってるから始めから補助金交付金をつけてまあ箱物でね、えー、まあ労働市場でそれ,ぞれそれなりの需要を ニーズを引き起こしてで実際彼らにお金をリターンしてっていうふうにして回してきたと。原発も含めてねそうでこのようにしてあのまあ人口を提供するかわりにあのそういうえまあ投資をねえしてもらい雇用を生み出してもらうつまり全て中央に依存するこのまあぶら下がり方の中央自治まあ自治とは名ばかりのですね中央依存日本の地方自治っていうのは。 ねえー、まず地方ってクルクルパーの地方を書く地方自治 <laughs> でクルクルパーの方があの中央にとっていいんですよどうせぶら下げてるだけですからねパペットですからねでなので地方自治と言いながら実際にはその違った字の地方自治で,でその地方自治の実態はあの中央への依存地方自治イコール中央依存なんですよ。ね、でこれが 今度の地方選挙でもまた、えー、やっぱり変わらないよねっていうふうに、えー、認識されるでしょうけれどもだからそれをバネにして、ね、一部の方々はいやもうこれは無理だなと地方自治イコール別の地方自治イコール中央依存の先に未来があるわけないじゃないどこにも知識の集約あるいはね集合地の形成の糸口がないんですよ。と、まあ、とにかく中央とのパイプがある人を、うん 選びたがりますからねそうです特にやっぱりだから総務省の OB も元自治、ね、省の OB っていうのは中央とパイプがあったりしてっていうのですごく知事さんが多いのもそのせいですけどね、うん、それでね宮根さんね、まあ、宮根さんとこうやって話してるとねすぐに2時間3時間行ってしまうので実はもう今8時なんですえー、あっという間なんですよねそれでなんかこの会場はねめちゃくちゃ大きな時計があそこに。<laughs> あそこにあってなんか、本当にでかい時計なんですよ、あそこの真正面に、でもうなんかこう、タイムキーピング、僕、されてるような、初めてですね、本当に、ね。すごいでしょ、あの時計の大きさはね、うん、でねあの一応、ここを全部9時までに撤収しなきゃいけないので、8時半までに終え,えないとならない感じなんです、荷物の全部撤去で9時までなのでね、それでね。 いくつか宮台さんとはいえ話さなきゃいけないのが残っていて1つはねあのジャニーズ問題でこれはねでも実はとても重要であの先々週か、まあ、僕が関わっている外国特派員協会であの例の ジャニー喜多川さんを、ねうん、扱ったドキュメンタリー、BBC、イギリスの BBC がドキュメンタリーを制作したんですがそのまあ制作者2人の記者会見というのをやりましたでそこで上映会もやったんですけれどもそのマスメディアでまあ1台だけカメラが実は来ていったんですね。でまあ、あえてこここではどことはどどと言いませんけれども これだニュース出すのって言ったらいやニュースは多分出さないですっていう、うん、当たり前一応と一応取,り取るだけ取,取りに来ましたっていう感じでマスメディアはそのあのドキュメンタリーの制作者の記者会見なんですが全くもうその何、えー、て言うのかな扱う気もないどころか取りにも来ない取りに行くこと自体がもしかしたらやばかったのかなみたいな。 風にもね、つまり取りに行ったっていう情報が流れるとまさかニュースにするんじゃないよねっていう話が来るのかなみたいなあの空気感なのかなと思って想像してたんですけどね案の定、えー、マスメディア上はもうほとんど報道は皆無皆無でしたとで実際に裁判も行われてるわけでその単になんかこうう、えー、とかですね少数の人のなんか証言だけではなくて実際にオン・ザ・レコードで どういう行為が行われていたのかっていうことは裏付けられているし、えー、それに対してそのジャニーズ側事務所側が名誉毀損の訴訟とかを起こしても負けてるわけなんでその本来報じられないはずはないんだけど、まあ、それを全然報じないメディアの問題っていうのがねそこでいや宮根さんに聞きたいのはね確かに まあ文春がとにかかくくすすごくあの、まあ、独創しているで文春年代それらですよね,ねで文春は今、その芸能史とかがないんですね、つまりジャニーズ事務所に依存しないと成り立たないような媒体を持っていないという、まあ、これ、強みなのか弱みなのかですけど、まあ、この場合は強みがあって、だから扱えると。ね えー、いうことなんですただ他のところはもうジャニーズ、まあまあ、テレビも含めてジャニーズに依存しないととてもではないけど成り立たないっていうような、えー、状態なので、まあ、書かないでもそれは同じようなことがオリンピックでも何でももうオリンピックに依存しないとメディア成り立たないのでオリンピックの問題っていうのはずっと放置した結果今何が起きてるかっていうねあれだけの不正があったっていうことも分かってるでしょ。たただねね宮根さんに一一投げておきたいのは、ね、一方で 彼らはね、いや、ジャニーズだから書けないんだよっていうふうに素直に言えばいいんだけど別にそんな大きな問題じゃねえだろうっていうことを平気で言うわけですよ。うん、だからその問題を、まあ、ゼミでね、うん、まあ僕たちは時期を問わず、まあ、LINE のです、ねまあ、グループ LINE っていうシスいやの仕組みを使ってずっとゼミをやってるんですよね。でそこでも大体的に、まあ 議論しましまたで僕の見解はそこですでに出していてジモンさんにもそれをログを見ていただいていると思いますけれども僕がね、えー、重要だなと思うのはまず先ほど申し上げたみんなも皆もそうしておられます問題ですね。 であのするっていうの,の中にねそのいわゆる作為、まあ、いわゆるコミッションコミットすることだけじゃなくてオミッションわざとしないことってこれもわざとしないということをするっていうふうに考えると日本中どこかにどこもかしこも皆もそうして皆がそうしておられます皆もそうしておられます問題がまずはびこっているということでそうしておられるって場合にはこの場合ねそ,のそうしておられるってのは何を意味するかっていうことなんですけれどまずね 僕は、これは加入儀礼問題だと思います。加入,加入儀礼ですよね。その要するにエントリーするときに、儀礼的な。まあ、リチュアルな、あるプロセスをたどらないとダメなんだよってことです。でね、これを。最初に明確に言っているのは、我が師匠小室直樹なんですよね。で、まあ、会社に入るまで、就職就社するまでは。僕たちは、あの公平な、条件で勉強して。 平等な条件で試験を受けで合格した人間が学校に入りっていうねそういう競争をしているっていう界隈しかしそれが社会人になった途端にこれはもう日本の古くから存在するですねあのいわゆる専門家集団に入るには加入儀礼が必要だよっていうことなんですね。 で皆さん通過儀礼っていうのはご存知だと思うでこれは子ども集団から大人集団に移動する場合に非常に過酷な、えー、ある、えー、儀式を儀礼を施すんですね。うん、皆さん、まあ、やったことも時々あるかもしれない遊園,園地で一部やってるバンジージャンプってであれももともとはある部族の通過儀礼ですよねあれはポリネシアンだったと思いますけれども。 えー、通貨儀礼っていうのはもともと枠組みを粉々にするようなカオスを経験させて、うん、子ども共同体の枠組みを壊した上で壊れたところに粉々になったところに新しい、うんえー、枠組みを実装するっていう仕組みなんですよね。で <laughs> 加入儀礼っていうのは通貨儀礼と同じやっぱり移行儀礼の一種です。うん、ただ通過儀礼っていうのは、うん あの例えばこれが社会全体だとすると必ずある時期全員が受けますでギリエというのはそうではなくてある集団例えば専門家集団に入るでそれはね包丁1本さらしに巻くいわゆる料理人の世界だったりあの実は映画人や放送人の世界にもそういうものが僕はあったと思います特に映画「MeToo」で一部話題になりましたけれどもあるいはクラブの世界にもありました。あいろろんなところに えー、いわゆる専門家集団に入るためのつまり普通に言うとそれは出世なんですけど個人から見るとね加入儀礼があるわけですねこの場合は何クラブなんですか,そのから音楽のクラブですよね音楽クラ,クラブの DJ 界隈とかっていうふうに考えてみればいいし、うん、あるいはミュージシャン界隈だっていうふうに考えてみればいいです、うん、でこれは非常に古くからの歴史があるものでね、うん でそれはその、まあ、料理に含めた、まあ、職人の世界を考えてみれば分かる、えー。日本の職人っていうのはあのまあね昔の体育会の経験があるです、ねえー、年配の方なら分かると思うけどそれがいっぱい一体何の技術の技能の習得になるか全く分からない。でそれを施している側にも説明ができないような。 えー、まあ訳のわからない例えば皿洗いを2年間させられるとか、ね、であるいはあの先輩の洗濯を、えー、ずっとさせられるとかあそうか最近だと弱虫ペダルって見るとそういう下っ端の時代のね えー、過,酷過酷なかつての運動部の様子っていうのが分かったりします僕らが大会だったからもうそんなのばっかです,よですよね全く意味のないことに半分くらいの時間を使いましたでね地元さんねで昔の料理人の世界って世界中で同じでした、うん、基本同じだった、うん、でもねあのやっぱり説明責任を果たせない,果たせないようななんでそれをやるのかいうことを説明できないようなものはやめていこうっていう流れになったんですけれども、うん、日本だけがそれをやめることができないんですね でその小室直樹の「危機の構造」っていう1977年かの本にすでにそれが書いてあるつまりもう50年近く前に問題は明らかだということなんですよ。でね加入儀礼って多くの場合理不尽で理不尽であれがゆえに従来の枠組みを壊し、うんえー、そのある種悲議的なイコール、まあ、カルト的な 新しい枠組みに入りそのことによっていわばメンバーシップ成員資格のある種の価値あるいは中密性ですよねそれを確認するっていうふうに使うわけですよ。で実はそのジャニーズじゃなくったって。 至る所で、そういう、その過酷な加入技量を経て。やっと、そのなんとか集団に入ったっていう経験を持った人たちっていうのは。かなり、若い年代まで含めて、日本人では当たり前に。いるんですよね、まあ。ねつまり、ジャニーズ事務所に入る、その、彼ら、が、それを、それを、ジャニーさんの洗礼を受けることが。 加入だってううういい意味あ、ね、るというふうに周りは見るで,で周りが見てるから許容していいるととうこだってジモンさん僕もこれ言ってるからあれですけど僕初めて人の手で抜かれたのってカラテ部の男の先輩の手によってなんですよ「うん、ジャーニーズとどこが違うんだ!」とかって一瞬思いましたけれど昔ね「あのそうか俺はプレ,プレ,プレデターの犠牲者なプレディターって捕食者」 っていう食い物にするやつのことですけど、うん、<laughs> あの BBC のタイトルですけど「うん、そこ俺は食われたのか」とかって思ったけどいまいち実感がなくて「うん」とかってぼんやりしてたんですけどでもこれってねあのセクシュアリティの問題なんで個人的な感受性はセン万別です同じように傷ついたわけじゃない、ねうん、僕のようなやつも多分いたと思うしすごい傷ついたやつもいたと思うであらかじめ家族と共闘して母親と共闘してこういうことがあるけどそれは我慢しようねうん我慢するよっつって。 我慢したやでも本当に受け取り方は戦争は別なので誰もが同じ体験をしたっていうふうには議論できないんだけれど、えー、ジャニー喜多川がプレデターであること性犯罪者であることはまあ確定してるわけです、うん、確実なんだと僕は思いますよ、うん、見てないからってお前見てねえじゃんとかっていうことだとそうです、まあまあ、裁判記録もありますからしかも未成年のですからね あの大事なことはないけどこの社会って変な社会でねみんな水は H2O だとか言ってるけど自分で調べてないでしょ岸田文雄が総理大臣だってみんな調べてないでしょジャニー喜多川がいるってことは皆さんな自分で調べましたまあみんなが言ってるから皆もそう言っておられますだから僕もそう言うとそう言うと思います実は本当は全部そうなんですよアメリカ合衆国は存在するなるほどだったら出してみて,ていや出せないよ じゃああ何であると思うのだってみんなあるっつってるもんはいこれが社会なんで、ね、実は皆さんそう言っておられますみたいなものは社会の本質なんですけどなのでちょっとそれをちょっとどっかにも頭に置いておいてくださるといいんだけれどもそれはそれとして、えー、でも多くの人たちはいろんな識別基準を設けて陰謀とそうでないもの、えー、想像と現実っていうのを 厳密な意味ではないけど一応あることにしてるわけです。ね。でその上で議論をすることになってるっていうのがこの社会近代社会のあり方なんです。ね。まあ、まあ、例えば丸山さんはそれをすごく意識していたん、ね。そうだね。ですよね。だから現実と虚構の区別があるということも曲光臭いんですけれども、あるいは日本とアメリカそれぞれさまざまな国民国家があるっていうことも虚構臭いんですけど、それを言っちゃおしめ命要で必要な国境があるあの。 現実を成り立たせるためにも必要な曲をがあるんだっていうのが丸山正夫の言い方なんですね。はい、それを踏まえて言うと、えー、しかしそれでも僕自身に来た側は反省犯罪者だと思います。で、っていうことは、うん、まあなかなかね日本のメディアが自分たちからああいうドキュメンタリーを作ることはまあ難しかったとしても、うんうん、まあせっかくねちょっとせっかくっていうのは変なんだけど、うんまあ、せっかくイギリスの BBC が作ってくれたわけですよ。うんうん、なのにそれを取り上げたりもしないっていうのも。 それはまあその加入儀礼だというふうに日本人の多くがおそらく受け入れているだろうから、まあ、メディアとしてもそれはまあ許容我々としては許容されるべきことと考えるといそこから先は、ね、ちょっと合理的な計算を考えてほしいんですね。 でどうして日本が既得権益を変えられないのかどうして沈みゆく船の座席争いを変えられないのかそれはね沈みゆけゆく船であったとしてもその中であのいい座席を獲得するために必要な加入儀礼があったんですよ。うん、で加入儀礼ってね人によって受け取り方が違うんだけれどもトータルに言えばやっぱかなりコストなんですよ。コストをかけて、 いい座座席に座ったんですよ、まあ、い,い,いい大学に行くとかうそうです難関校に入っていい大学に行くとか,か大企業に入るとかそう単にね競争に勝ったのでお金が儲かりましたっていうものとは違う、うんえー、もっとリチュアル儀礼的儀式的でなんか実存的な問題なんですよでなので、えー、その既得権益のトップに加入儀礼を数々経て上がっていた人は、うん じゃあそのポジションを手放したいいとと思うと思うますかあるいはそこに向かって例えば10回の加入儀礼があるとして最初の2回か3回まで行ってもう相当コストを払っている状態で今さらやめられると思いますかと、うん、いう問題で,でつまり加入儀礼というです、ね、パラメーターが1個入るとそこで出てくる損得計算が加入儀礼がない社会に比べると圧倒的に歪むんですね。 だから明らかに不合理と思われるような選択もその人間にとの立ち位置から見れば合理的になりえちゃうってことだよねそれはねで。でそれがもうどこの界隈でも起こっているんですよ我慢してやっとここまで来たんだよ、うん、お前みたいなんの我慢もまだしてない若造に合理性だ合理性だとかって言われてこの仕事を辞められると思ってんのかバカ野郎ってのがこれが日本の世界劣等性ですよねねじゃあねそこでね、うん。 あのこれじゃあ最後に1点だけ宮内さんとさ今日の番組が1147回目くらいかな、うん、もうやってんですよこ,の、うん、これをね、うん、毎週毎週年間50年間52回23年間かな、うん、やってんですよねで1145回もやってて、まあ、中には結構長くお付き合いいただいてる方もね今日も来られてる方の中におられると思うんだけど。 まあその丸劇が全ての問題をカバーしたとはとても言わないけれどでもかなりの部分でまず何が起きてるのかっていうのはねまあこんなひどいことが起きてるっていうようなことは普通のマスメディアや普通の情報環境にいたんじゃとてもわからないようなこともある程度は我々は紹介してきたんじゃないかなという自負はありますでどういう問題があってしかもじゃあそれはなぜ起きていてどういう人たちがその問,題問題の根っこのとこにいて。 すべ、えー、てではないけどあのどういう処方箋がありうるのかどうすればいいのかも分かっているものが多いただ、ほとんどの問題がそこまでは分かるんだけどいざそれをしようとするとすでにコストを払っちゃった人たちがそこら中にいて、ね、もっと言えばまあコストを払っちゃった人それからまあ利権に結びついている人、えー、それが変わることによってまあ損をする人たち。 まあ、既得権益ですよ、一言で言えばねがもうそこら中にはびこっているために何が問題で何をしなきゃいけなくてその結果それをしないためにどういうことが起きていてそれが船が沈む原因になっていることも分かっているのに実際にどうしたらいいのかっていう何を今日今日明日から今年やるのかっていうことになった瞬間に壁がまだまだあるわけですよね。すごい壁がある。でまあ そこをなんとかその次,の次に行くためには乗り越えないことにはどれだけ処方箋があっても実際にもう何をしなきゃいけないか分かってるのにそれが邪魔するやつがいるとかねできないっていうような問題を。 何とかこの乗り越えなきゃいけないって言うのが今の課題じゃないかなと。処方箋は問題が起きるたびに必要なんだけど、ただ処方箋を出しているだけでは。いや、一つの比喩としての話。ですね、うん、そこだけちょっと最後話しましょう。あの神保さんとね、この番組では記者クラブ制度。ずっと問題にしてきた。うん、ただの指摘細かいなのに。うん 政治家やね役所から便宜を図ってもらい、うん、でなおかつこの指摘懇話会の閉鎖性を使ってですね参入の機会をさまざまな問題意識のある機関や人たちからまあ遠ざけじで参入機会を奪ってきたっていうねこのデタラメな記者クラブ制度があります。でね僕はまあ,ある会合である某大新聞の労組の組合の方。 に喋ってことがある記者クラブ制度は大問題だ僕も言ってきたそれはない方がいいね。しかしちょっと別の問題もあるよねあなた方は調査報道をしたらどうだで発表報道と調査報道ってあるでしょで今ほとんどのさ政治系のニュースって発表報道で調査報道はないじゃんねで。そんなことをしたら記者からは出座席を失うからだ っってていうことが原因になってるでも今日ね、まあ、TBS テレビで広域強盗の、まあ、ある種突撃取材をやってるあのアダム・シオタってこれ僕のゼミに長くいた中二の時に僕の本を読んで僕に近づきたいと思っていて、ね、何年間か慶応の SFC に通いながら僕のゼミにいたやつです。で本当に素晴らしい男で 国際関係路の大学院にもう受験が決まってたんです受験かにいうかもう入ることが決まってて合格してたんですねでたまたま気なし何の気なしに受けた TBS テレビにあの内定をもらっちゃったんですねで僕のところに相談しに来たんですよでどうしたらいいでしょうでもお前決めてんだろうはい大学院に行きますじゃあちょっと勝手に言わせてもらうけど大学院学者の道やめとけつまらねえ テレビに行け、えー、テレビはどうせ？馬鹿なボンクラだらけ。お前が本気を出せば一発でぶち抜ける。彼24歳だけどぶち抜きましたよね。どうしても日本中で有名になりました。でももったいない。僕からすると tbs なんかでブチギレて怒れてそんなの。何の意味もね。いや。うん あんなことはなくて世の中動かしましたよはっきり言ってでそれでねやっぱり彼はあの要するに昔の社会部の友軍に近いんだけど要するに調査報道部っていうのがあの TBS テレビにあってこれは要はタレコミに従ってあの調査をして報道するんですねでこれはタレコミが元ネタであるけどタレコミは大量にあるので。 なぜその垂れ垂れ込みを選んだのかということの説明責任を問われるので、えー、つまりこのこれはつまり調査報道なぜそれをその者は私は調査して皆さんに、えー、明らかにしているのかそれは私の価値観のゆえであるというふうに調査報道は必ず価値観を問われるんですね。発表報道は問われないんですよ。だからいいですかどんな障害があれ 調査報道を通じて社の価値観とか記者の価値観を示すっていうことがねあの実は誰でも商業右翼や商業左翼の、ね、いやこれある新聞の名前をそれぞれ出したいところですけれどもやめますけどね誰でもできる商業右翼や商業業や左翼とは違うんですよだから調査報道で勝負しろよ。 報道で勝負する自信がないから記者クラブで、えー、記者クラブ依存の発表報道をするんだろう記者クラブがあるから記者クラブで席を失わないために調査報道をしない嘘つけ調査報道をする覚悟と自信がないから記者クラブに依存してんだろうその労働組合の委員長はそうですまあその通りですよ認めましたよ、うん、だから、はい、そこに糸口があると思いませんか 依存すればやっていける、まあ、甘い蜜が出るような、まあ、樹液が出る木はあるでしょうね。でも、そうじゃない道を行くことはできますけど、行かないのはお前だろうって。問題ですいや、もう、そこですし、その。うん、まあ、あの、その民放論のが新聞労連なのか、うん、の人たち、人だと思いますけれどもね。うん、あの、いうのは、あの、もう一言聞けば簡単なんですよ。要するに、別にクラブ自体が悪いんじゃなくて、クラブ自体が閉鎖的で。うん 一握りの16社だけが情報を独占していてそこにその癒着関係ができなおかつ特権的な地位を得てるから基本的には報じられないことの方が多くなるっていうことが問題でむしろクラブを潰すっていう方向でいくと。 今あるアクセスを失う可能性があるから実はこうあの社会全体としてはマイナスなんですねクラブがなくなること自体はでもクラブが特定の、まあ、16社の特権になっているところに問題があるっていうことをしっかり抑えないとなんかとにかくクラブを買いたい閉鎖みたいなことをいあの勇ましく言っちゃうとね 結局あれやっぱあの中にあの拠点を持っていてアクセスできているっていう状態は実はとても貴重でそういうそのプレスルームっていうのはあの世界中どこでもあるんだけどその特定の社だけ簡単に言えば日本新聞協会加盟社しか入れないその記者クラブのみがアクセスを独占しているなんていうのは全体主義の国以外は日本しかないっていうところが。 問題ですただ皆さんとしてはね結局政府に都合のいい情報しか見れない皆さんがあのいわゆるいいってこところでチェリーピックしたわけではなくてもそうなってしまう、ね、でそれがまずい言い換えると例えば自分の価値観に基づいてその価値観はいろいろ。 いろんな価値観に基づくいろんな調査報道が社会に溢れている状態があればそういう皆さんは統治権力にとっては非常に操縦しづらいものになりますよね,ですよねでそれが実は民主性の基本である社会の監視に基づく投票なんですよで、冒頭にジムさんがおっしゃった民主性があるようでいて我々は社会を監視つまりチェックできてないで、それは基本調査報道がないからなんですよ で調査報道というのはビデオニュースみたいな小さいところで非常に難しい、ね、ものすごい予算とバックアップシステムがあるでかいところだったらできるんです、うん、つまり記者クラブに入っている5系列16社にはできるんですよしかし彼らはやってないんです、ね、でこれはわざとやってないんですよねさっきのコミッションの反対オミッションいややればできるかもしれませんけど自信がないのでやりませんっていうねあるいはコストがかかる。うん まあ,あと申し訳ないですけど我々も調査報道やってますからあれが調査報道なんです、本当の。ただ、そこに全部絵を入れなきゃいけないとかになると人員が必要になりますけど調べている内容はあれがまさに調査報道なのでそこは別に僕は全然できてないと思ってないただ、あれをテレビ的に作ろうとするともっと費用がかかります、それだけの人員を配置して全部それを映像化しなきゃいけなくなるとねだからまあそれはそれでいいんですそれでちょっと時間が時間で質疑をやらないと。 あの追い出されすということなので向こうからものすごい勢いでもうあの急出しが出ていて時計はいからずでっかいまんまだしちょっと非常にあの、えー、どこを見ても私はあのとにかく早く早くというふうにあの日本ではね時間内容っていうのはこうやってやるんですよね。 アメリカがね終わってくれっていう時に、ね、こうやってやるんですよ。<laughs> 知ってたこうやってもう終わり終わりってこうやって、うん、だからちょっとねアメリカのあれの方が終終わわりりってやばい終わりですね <laughs>、うん、アメリカの方がちょっと切実性はたいあそこに人が立って,てアメリカだとこうやられる,られるんですよ日本ではとこ,うこうですからね <laughs> 面白いなと思って今それを見てたんですけど、まあえー、とそんなわけで、えー、と本編の方は一旦この辺であの一旦終了させていただいて。 あの今日来ていただいたあの方など、まあ、ちょっと今日観客席映してないですけど、番組見てる方には、ここ、800今日入るんですけど、もう完全満席であの、本当にありがとうございました、もうあのほとんど候補しなかったので、すね、まあ、あの宮台さんのやっぱりこう元気な姿を、とにかく見に行きたいという方もあの非常に多かったんじゃないかなと思いますが、傷があります。うん でもなんか全然目立たないね。あの僕はね直後の傷を見てるので、あの結構年取っても回復力あるよね。うん、あのーね、家に帰ったら子供がね頬に傷のある男の絵をいっぱい描いてるんです。小学校三年生が。うん、<laughs> かっこいいじゃないですか。で、うん、これなんかゴルゴゴルゴゴルゴみたいでいいじゃないですか。パパ、うん、かっこいいね。 なんか子供に対してなんか僕は株が上が上ったようで,す、ね、いやでもね、はい、本当にあの先生がうまかったんだと思う、あの直後、僕はねあの日に病院行って結構切られてたからこれは大変だなと思ったら、す,、まあ、すごいしかも形成,形成外科の先生だったのね、ねだからもうすごい綺麗に、多分ものすごく細かく縫ってくれたんだと思うんだけどしかも何重にも何にねねそうですここは深さ4センチ膝1 0ンチですけど。うん なんか機械で、ね、その奥の方ってどうやって縫うんですかいや機械があって縫うんですって,っておっしゃってましたけど深い時は実は表皮だ,表皮だけじゃなくて筋膜を縫って神秘を縫って表皮を縫うから3回も同じ場所を縫うそうなんですよねだからとにかく4時間縫い,いまくったっていうねあの先生のお話をその事,故事件の当日あの報告をね、まあ、写真をあの見せながら。 されて、ああ、これは結構深かったんだなっていうのを。だから、その後に、すごく、ちょっと驚異的な。回復の、スピードで。ね、本当に、嬉しかったです。ありがとうございます。ね、本当にね。でも、その先生はね、なんか、すがしたりして、うん、耳、もしかして、取れる可能性はありますか。うーん、半々ですね。 耳がね、半分くらいのところちょっと切られてて、下の方に血がちゃんとあの通わなくなると壊死してしまうかもしれないので、<う>下の半分くらいはなくなってしまうかもしれないって話だったけど、ね、耳ちゃんと血回ってますもんね、その後とね、つな、うん、がったじゃないですか、ある程度、したら、うん、すげえって言ったんですよ。うん つまり実は半々だとも思ってなかったってことだね、うん、<laughs> もうなくなると思ってたんだでも本当にそれも幸運でしたよね病院ですごくいい先生に恵まれてね、はい、なので、まあ、あの今こうやって元気にやってますので、まあ、これが1147回目くらいになると思うんですけど、まあ、2000回くらいはいくのかなこの分だと、はい、<laughs> 2000回やったらもう本当にあれみたいになりますよ世相講談みたいな感じになりますよ 2>,、うん、2人とも。 <laughs> 藤原幸達と細川龍儀みたいな感じになりますよね、えー。ということなのでいったん本編のほはここで終わりにさせていただいてちょっとまああの時間に許すかぎりじゃあ質疑の方に入ります、それで申し訳ないんですけど質疑の部分はもう取りませんのでちょっとスタッフが片付けをあのそのさなかに始めることだけ一応ご了承ください。 はい、それでは今日は本当にどうも長い時間お付き合いいただきありがとうございました。